美味しそう。出来上がりました。どうも、ちぬこチャンネルです。今回は釣りとラーメンを食べるために海にやってきました。おそらくこれがね、今年の釣り納めになると思います。なので一発大物を狙ってね、頑張りたいと思います。今回も最後までよろしくお願いします。ちぬこチャンネル始まるよ。早速コーヒー入れてパン焼きます。これと、それからホットサンドメーカー。よし、ボンベをつけて、よし、オッケー。朝ごはんはこちら、ランチパックの卵です。今からホットサンドメーカーで焼いていきます。その間にコーヒーを準備します。豆、外で飲むコーヒーは美味しいですからねよし、引けました。オープン。あ、こっちじゃないこっちはい、引けました。まずコーヒーいただきます。はあ、おいしいよし、そろそろ、はい、おいしそう。あ、熱い。あ、こっちもいい色。いただきます。うん、うん、おいしい。うまっ表面カリカリにするとね、なんか違う食べ物みたい。ランチパックのふわふわもいいんですけど、ホットサンドでカリカリに表面焼いたのも抜群に美味しいですふぅ。
よし、今から釣り頑張ります。バレた、イカだ、イカ、なんかイカがかかったと思う。コウイカの姿が見えました。結構でかかった。焦った。はい、メスティン、ラージメスティンです。まずは鍋を作って、その後締めでラーメンをいただきます。あ、すごい、こんな飴みたいな小包装になってる。これ1個で1人分ね。了解。匂いはね、お、すっごいキムチの匂い。3つ入れちゃおうよし、ほい。汁がね、少なくなって締めのラーメンが食べれなくなると困るので、ちょっと多めに作りますね。よし、こんくらいだな。美味しそうなスープです。真っ赤っか。ここに今から野菜と肉を入れていきます。まとめてきました。よし、沸騰してきました。見えたかな。おお、いや、美味しそう。出来上がりました。よし、早速いただきます。はい、いただきます。熱そう。辛うま美味しい。あ、このキムチの味とね、豚バラがもうすっごい合いますよね。もやしのシャキシャキ感とニラの風味とね、最高です。締めのラーメン、
む。おいしい。最高。野菜と豚肉の旨味がギュッと凝縮されたスープに麺が絡んでも最高に美味しいです。うまい。ごちそうさまでした。はい、お疲れ様でした。楽しかったです。釣りも終わりました。いやね、やっぱり大物一発狙いっていうのはなかなか難しくて釣れなかったんですけれども、あ、もう海にねとっても癒されました。しかもね、海ラーすっごい美味しかったです。海で食べるラーメンは最高ですね。最近なかなか釣りに来ることができなかったんですけれども、来年こそはたくさん海に来たいなと思っております。またね、釣り動画のご視聴もよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、今回も最後までありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると動画制作の励みになります。その他のおすすめ動画も見てみてくださいね。